ございます。今日はこの羽田空港になんと来ましたね。ついに来ましたね。今日帰国します。しーちゃん帰っちゃいます。帰っちゃう前に今日何するの？今日は帰るでしょ。帰っちゃうだけ。帰る前ちょっと買い物しようかなって、うんうん、買い物しましょう。でなんか台湾の友達にお土産を買ってっていうのがいいよね、うん、友達はいらないです。家族に買おう。じゃあ家族に買って、でなんかその台湾の人に人気のあるお土産を紹介できればと思います。では行ってみましょう。俺空港の中まで入れないから、この上のお土産ブースをちょっと覗いてみようかなと、うん、でもここビッグカメラあるよ、ね、やっぱビッグカメラ人気だよね、うん、なんかこの間来てたスペイン人とかもずっと覗いてみる、ちょっと、そうだよね。この間もなんか、うん、部屋のアイロンが、あ、そうこの辺が人気なんだね、ヘアアイロンとかだ。あまり女子力は高くないの、私もいよ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 アイロンの方に進化しました。なるほどね、頑張ってます、頑張ってますね、うん、日本人の彼氏イケメン募集中なんで、はい、お願いします。ちょっとバーバーの年になっちゃったけど大丈夫。台湾人みんな若く見えるから、そこ、うん、大丈夫。これいいじゃん、これほら、これもう飛行機の中でこうやって、あ、なんか、うん、ブルートゥースなんか、あ、ついてんの、なんかイヤホン機能ついてる、なんか音楽ほら流れる、あ、本当だ、よ、4曲音楽4曲とか入れたらもうヘッドバンドするじゃん。なるほどね。大丈夫、飛行機の中で乗りながらの嘘、多分なんか、うん、あ、こういうのね、そうなんか自分が持ってるのがちょっとでかいから、うん、なんかこれくらいから重くて持ちにくいから、はい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 、こういうのなんかちっちゃいサイズだと、ちっちゃいのいいよね。あ、あの上とかいいじゃん。台湾でも売ってるでしょ、うん、台湾の方が安いんじゃないの？そうなの？そう、あれ、あなた台湾人じゃないですっけ？はい、日本人でした。今偽の日本人です。ね、こういうのどう？ハンカチとかね、意外とね、ヨーロッパのバンドの子みんな買ってくハンカチ、うん、でもなんか台湾ハンカチ使ってる習慣もなさ、あ、みんななんかみんな、うん、手洗い行ったら、うん、シュッシュで終わる、あ、なるほど、あと、うん、自分でシュッシュで終わる、あ、なるほどね、それ俺と同じ俺と同じだね、まあ、もうそろそろ新年だよね。そうだね、年賀状とか買ってったら、でみんなに書いてったら飛行機の中で、でそれを1枚ずつみんなに配ったらいいんじゃない？じゃあこのなんか、うん、あの視聴者からあ、そう視聴者プレゼンター3名までね、しーちゃんの顔写真付きのチェキ付き、そう、チェキ付きの年賀はがきを、じゃあ視聴者ゼロになる、あ、どうしようね、3人しかないでしょ、大丈夫、俺が全部買うよ、全部買うから優しいわ、これなんかしーちゃんすごい見てるけどまさか何バッグ、このサイズのバッグがいいやな、なんかもうお土産じゃないじゃんこれ、もう自分用じゃん、チェックしちゃってるよもう、あ、いいじゃん、いいんじゃない、この辺じゃない、お土産やっぱりどうですか、ね、おすすめありますか、おすすめ、俺に聞く、うん、俺カレー大好きだからやっぱこれじゃない、この新宿カリーあられ1000円、あられ、ほら、ビールにも合うみたいな、おー、この辺がいいんじゃない、ちょっと中覗いてみようか、これ美味しそう、なんかうまそう、ね、
東京ミルクチーズ工場。ああ。これあり。これ？アリエル。一位だよね。ああ。これって何？美味しいかな。これ？うん、あ、これうまそうだね。チーズが入ってて。あだけにあ、もうこれ一気に持っとくわ。ああ、そうだね、お買い上げです。待て、甘くないのがいい。ああ、なるほどね。これもう一個買おうかな。あ、本当？結構買うよね。私もの選ぶのが早いから。なるほど、あ、なるほどね。あ、これダメだ、これ OK。 そうだね。だからなんか運動しちゃってるけど、普通の女の子より3倍を過ぎると。あ、なるほどね。履いてぐるっと回った履いてる。もう最高です。人気のオマーハン付き、うん、こういうのもあるんだね。サーモンじゃない。これでもうまそうじゃない。洋館が、なんか洋館はうちのお姉さんの旦那さん、義理のお兄さんがめっちゃ好きだよ。だからこの前は毎回、まあ日本来る時もなんか必ず洋館を持って帰る。なるほど。最近もう禁止された。あ、ダメなの。いや、ダイヤ途中だから。あ、そういうことね。そういうことね。洋館禁止って。あ、そういうことね。洋館禁止令が出てますね。なんと可愛いものが出てきた。いいね、この辺がいいね。なんか空港よく来るけどさ、こんなにじっくり見ないから。こんなのあるんだね。うん、おしゃれ。まあ、大体お土産なんか買わないからさ。うーん、なんか女の子好きそうじゃない。ああ、そうだね、こういうのね。次買ってこうかな。うん、女の子に。うん、そうだね、うん、募集中ですか。募集中だね。じゃあ同じだ。同じ同士で。同じ同士で。すいません。あ、すいません。これは何ですか。これですね、スーパーフルキルアと内臓使った。いい匂い、いい匂い。本当？ちょっと待って。洋風なお越し。あ、本当だ。はい。あ、すいません。ありがとうございます。ドライフルーツ、クランベリーと。宣伝品が宣伝、ね、はい、宣伝しよう。いかがでしょうか。あ、ご入りからご用意して、あ、美味しい。じゃあ一つ買おう。ありがとうございます。早くない？美味しいね。確かに。コーヒーがちょうどいい。そうだね、ちょっと甘いけど、ただ食べるのがコーヒーに合うね。うん、10個入りと18個入りですね。5個入り、はい。あ、ほら、羽田空港ではここだけって書いてある。はい、これできたらもうお姉ちゃんにリンクを送るわ。あ、そうですね。あの宣伝の動画に、宣伝の動画に、はい、思い出作りと。ありがとうございます。エビだ。エビのせんべいだね。うん、ちょっとこれもちょっと買いたいけど。あ、ルンメイト好きそう。これ多分ルンメイト。あ、本当。あ、じゃあルンメイトに。ああ、こっそり変わろう。そうだね。わー、いっぱい買った。いっぱい買ったね。じゃあお会計してしまーす。お会計しまーす。しマックス。マックス。もうみんな真似ちゃった。いや、流行ってるね。元気達也くんのやつでしょそれ。元気のしーちゃん。元気の、yes! 元気しーちゃんに改名する今日から。いや、じゃあ達也くんのこと師匠って呼ばなきゃいけないよ今日から。じゃあ、嫌です。なんだ、ダメなの。嘘。あー、嘘。そうだね、4つも買っちゃったね。そうだよ。これもこれ見えないけど、なんだっけこれ。忘れるね。あ、クッキーね。やっぱりなんか日本のなんかこういうなんか、うん、パケッチがめちゃくちゃいいな。なるほど。やっぱこうやって富士山とか入ってるといいの。うん、かわいいの選ぶのね。うん、お酒みたいじゃん。あー、でもお酒の方が本当はいいんでしょ。これリアルな、あ、リアルなやつです。またこいつだ。あ、よく落とすね。うん、買わないかな。大阪って書いてある。 あなたどこに来たんだっけ。今は東京の羽田空港にいます。今、まあ、大阪だけど何でも買えるよね。限定販売なんですよ。あ、これ限定販売のやつだっけ。うん、か
買い物は4つで合計いくら4,300円。あー、じゃあいい。しかも5,000円ちょいで免税できるって言われました。もうちょっと買えばよかったんじゃない。いや、税金は318だったらいいわ。あー、ほんと。あー、そこまで行ってない。そうだね、そうだね、318で購入。何の自販？あれじゃない？あ、これ、うん、なんかやる？なんか書いた方がいいんじゃないの？いや、何を？なんかね、彼氏を彼氏募集書こうよ。彼氏募集書いてこいよ。公開処刑やな。そうだよ。そうじゃねえ。しーちゃん、ちょっと書いてこうよ。これ何、初めて見た。こんなところ510円で。ほら、恥ずかしすぎて。旅立ちは昔も今も日本橋。おお、うん、これ やるしかないんじゃないの、シーさん。いや、ちょっとね、しましたよ。しましたよ。実はね、森戸さんも彼女は募集中でしょ。いや、その話しちゃう、ここで。だって寝顔こととか。じゃあ、これが書くしかないの。じゃあ、やってみようか。いろいろありますね。しょうがないな。これ叶うの？叶ったらいいんじゃないですか。これここで叶うのかな。じゃ神社何度いらないでしょう。神様の立場をどうする。そうだよね。え、なんか2枚あるよ。あ、でもこっちがいいな。別に彼女はね、強がりじゃないけどね。こっちにして、ほら、羽田エアラインズ。お、開けた。あ、こうやって開くんだ。すごいな。あ、同じなんだね。裏を持ってた。なるほど。あ、何何で何来た。これ何、願い事書けばいい。うん、そう。えへえ。なんかこう、ちょっと待って。逆パターンになっちゃったでしょ。公開処刑じゃないの。公開処刑。何て書こうかな。どっちかどっちに公開処刑するだけの話だ。じゃあ、分かった。ああ。コントロールしにくいな、これ。とおう、じゃあ願い書くよ。はい、もうお願いシーマン。すごい気持ち込めるから。おう、見て見て、ね、何書きますか。こう書こうかな。書ける。どう。あ、書けるね。あ、結局私の公開処刑か。やられちゃったな。漢字が、カレーが。やべえ、漢字がわかんない。カレーが大変じゃないですか。できます。よ、ちょっと日にち押さないと多分 いつまでもわかんないでしょ。そうだね。あ、じゃあ今日来年、来年、来年、来年中、2020年には。あ、森田です。はい、これから羽田空港に来た、なんか皆さん誰かこれ見つけた写真1枚が撮ったら、森戸さんが何かプレゼントする。俺いっぱい落とする。この写真見せてくれたら。そう、じゃあ俺からつけるよ。はい、お願いします。必ずちょっとなんか隠すところ、遠いな、どこから。はい、2020年にはしんちゃんにイケメンの彼氏ができますように。はい、ありがとうございます。願いを込めて。はい、方がいいな。見つけれないように、一番目立つように。じゃあ私の電話番号書いた方がいいな。そうだね、電話番号忘れたね。電話番号かっこいい。お、綺麗につけました。じゃあ私もちょっと写真撮りたい。そうだね、高いけど。最後までなんか誰が空港で見送りっていうか。そうだね、結局イケメンじゃなくておじさん来ちゃったけど大丈夫。全然大丈夫。 おじさん来ちゃったけど楽しかった。楽しかった。空港、ちょっと次回の動画いつだっけ。3月ぐらい。あ、でも違う、俺が2月に行くんだよね。そうそう、2月撮ります。ちょっとなんかまたコンテンツ考えてやりたいと思ってます。はい、ぜひ皆さんしーちゃんにまず彼氏ができるのを。のこれもうアウトやな。これ古い、もうアウトだね。あ、まあ、また次回楽しみにお待ちしてます。じゃあね、またね、はいはい。